こんにちは、シエルです。最近話題になっている音声 SNS、クラブハウスというのを私も始めてみました。昨日初めて自分がスピーカー側、話す側になってちょっとルームを作ってみたりとか、やってみたので、今日はクラブハウスについてお話をしていきたいと思います。まあ、ラジオ感覚で楽しめる音声の、SNS なんですけれども、招待制ということで、招待されてから自分のアカウントを作ることができて、ルームと呼ばれている誰かが話しているお部屋があるんですけど、そこに遊びに行けたり、その人をフォローできたり、まあ、フォローされたりみたいな感じで、まあ、始めていく SNS なんですけれども、こちらのアプリがまず全部英語なんですね。最初かなり戸惑いました。そこまで複雑なことは最初の段階ではないんですけど、でも全て英語で Yes or No みたいな感じの、まあ、そんな優しい英語でもなかったんですけど、まだ日本語でのアプリがないので、その英語をこう自分の中でこれってこういうことかなみたいな感じです。結構最初そのあたりはまだまだ戸惑う人多いのかなと思いました。一人でこう話をしてて、まあ、それを聞いているリスナーさんがいるっていう状態もあるんですけど、たくさんの人たちで会話をする公開グループツアーみたいな感じで、まあ、複数の人たちが喋っている、まあ、ルームっていうのが結構あるんですけど、大人数でもこう話せる環境になってるんですよ。私の中ですごいなと思ったのが、例えばズームってあるじゃないですか。でズームって4人ぐらいいたとして、で喋ってる人がこう緑のランプがつくんですけど、話してる人が主に1人みたいな感じで、そうだけど、このクラブハウスに関しては結構9人ぐらいとかが一気に喋ってても、意外とこうガチャガチャせずに会話がしっかりね、こうグループ通話でも伝わるのがすごいなと思って、ルームを作ったモデレーターの人が、他の人をスピーカーにこう招待すると一緒に話せるみたいな感じ で、これが何人まで話せるのかわからないんだけど、多分相当な人数が話せるんだと思います。そう、一つさ、面白いルームがあって、ローラのモノマネをしてなんちゃらかんちゃらっていうルームがあったんだけど、ローラのモノマネをする人を中心に何百人っていう、そのお話ができる権利を持った人たちがみんなモノマネ声、アニメのモノマネとかして会話してるの。そう、その部屋にチラッと入った時にすげえって思って。そう、でも、スピーカーでこう喋る人は、ミュートっていうボタンがあるので、空気を見て今は自分喋るとこじゃないなと思ったらピッとミュートを押してちょっと聞く側に回ったりみたいな感じをすることができるんだよね。そのミュート機能もね、こううまく使ってる人が結構いいスピーカーの人だなって私はちょっと感じたんだよね。自分一人でこう目立とうとする人は、なんかこう周りからおって思われちゃうのかなっていう印象はありました。なんかエンタメ同士でギュッて集まったりするのかなと思いきや、意外とこう異業種の人たちが集まっているお部屋が多かったりして、でも私最初ダンサーの友達のお部屋に入らせてもらって、でまあスピーカーみたいな感じでお話に混ぜてもらったりしたんですけど、私がそのクラブハウスに一番最初に入らせてもらったルームが、なんかすごい面白い人たちが集まってて、テレビの有名な番組を制作してる人がいたり、ホテルを作ってる人がいたり、ファッションブランドの人がいたり、美容師さんがいたり、まあ、あとその友達のダンサーとか、あと専業主婦の方がいたりで、まあ私がマジシャンだったりみたいな感じで、そう、なんかいろんな業種の人がわって入っているルームだったんですよ。でそれを、まあ、私は喋る側でお話をさせてもらったんだけど、それをただただ聞いている人たち、そのリスナーさんっていうのかなとかがいて、でその聞いてくれてる人たちの中で、そのスピーカー喋りたいですっていうのを、なんかハンズアップっていう手のねボタンがあって、その機能を押して、ルームを仕切る人から承認されれば、そのリスナーさんも一緒にこう話に入れるっていう、まあ、そういうちょっと面白い、まあ、音声メディアの SNS が、まあ、こちらのクラブハウスなんですけど、でそれを、まあ、今だったらすごい有名な芸能人の方とかがやってるわけですね。昨日とかだと秋元康さんがやってたりとか、こじるりさんがやってたりとか、あとはおぎやはぎのおぎさんにそのクラブハウスを教えようみたいなルームがあったりとか、今日の朝一番面白かったなと思った部屋が、別れた夫婦の部屋っていうルームがあって、それが、鈴木紗理奈さんとその別れた離婚した旦那さんが2人で話していて、でそこに
そのリスナーさんからその質問を受けて再婚するんですがみたいな相談をこう受け付けるっていうそんなルームがあったんですよ。まあ要はこのお二人は離婚されてるんだけれども、まあ仲良しだからすごい楽しく会話をしてて、で相談者のまあ一般人の人だと思うんですけど、その一般人の人は別れてまだ子供が小さくて新しい方と再婚したんだけど、別れた旦那さんに子供を会わせるかもう会わせずに育てるかみたいなのをまあ相談をするみたいな、テーマ自体は結構複雑な気がするんだけど、前を向いていけるような前向きなメッセージが詰まった回答で、そう、それがすごい面白くて、そうそう、ずーっと聞いちゃう感じ。ポケモンのサトシの声の松本梨香さんが初めてそのクラブハウスやりますみたいな感じで言ってて、で私デビュー当時に松本梨香さんにめちゃくちゃお世話になってて、梨香姉のルーム聞きに行きたいと思って、で聞きに行って、まあ、いろんな女性の方とかと話をしてる中で、その後にマギーシンディさんが入ってきたんですよ。マギーシンディさんと松本梨香さんがすごい仲がいいみたいで、そうで、それですっごい面白くて、なんかそういうなんか異色のコラボみたいなのなんか気軽に聞ける、でもしくは勇気があれば手を挙げてその会話にこうちょっと一緒に話させてくださいって言えば、もしかしたら承認されてその仲間に入れるかもしれないみたいな、そうそう、そういうのがまあこのクラブハウスのまあ面白さというか、まあすごいなと思う部分で、また新しい SNS の波がやってきたのかななんて思いました。音声メディアは流行るっていうのを聞いてたんだけど、例えばまあ YouTube も YouTube の音声流しつついろいろ作業したりとかすることもあるし、あと音声メディアだったら Voicy っていうラジオアプリがあるんですけど、キングコングの西野亮廣さんの Voicy っていうラジオが毎朝7時に更新されるんですけど、それをまず朝聞くのが日課になってるんですね。クラブハウスはまだ謎に包まれてるから よくわからない部分もあるんですけど、なんでそもそもクラブハウスっていうものができたのかなってちょっと気になってて、いろんな噂があるらしくて、私なんか納得しちゃった一つの噂が、アメリカは車社会だから運転中にスマホとか見たら危ないから、その運転中に会話をしながら交流ができる SNS として生まれたっていうのをツイッターで見て、あ、そうなんだと思って、なるほどねって思ったの。そう、それで納得してたんだけど、でも実はなんか違うっぽくって、もともと5000人限定のまあなんかちょっと特別な階級の皆様だけで楽しめる SNS だったとも聞いたし、あとは目が見えない方用の SNS っていう話も出てたりして、まあそのなぜできたかはわからないんだけど、まあそれはちょっと置いといて、なんか昨日そのルームで喋っていたら、まあほんとそれこそ車に乗りながら会話してますって人もいれば、まあ今歩いてるっていう人もいるし、あと自転車に乗りながら参加してますって人もいて、これすごいなと思って、なんかそれぞれいろんなところから会話ができてて、で、まあ友達曰くイヤホンをして使うよりもスマホとかをスピーカーにしてそのまま置いて喋った方が音声はいいということでした。で私も昨日試してみて AirPods をしながら一回やったんだけど、そうすると音こもるよって言われて、骨なんとかかんとかイヤホンとかだといいんだけど、AirPods とかだと使わない方がいいっていうことでした。まあちょっとこれからそのクラブハウスのアプリ自体のいろいろの改善とかがあったらわかんないんですけど、とりあえずスピーカーでそのまま置いて喋るのが一番音が綺麗だみたいなこと言われたんで、まあ、私もそういうやり方をしたんだけど、とりあえずその環境はみんなそれぞれみたいな感じで、夜の9時とか10時とか一番そのクラブハウスでルームが立ち上がりやすい時間帯とか、そのクラブハウスにいっぱいこう人が溢れちゃう時間帯とかは結構混雑して音がハウリングしたりとか、あとサーバーダウンで本当にバンと落ちちゃうことがあるらしいんですよ。これから改善されていくのかなと思うんだけど、やっぱ芸能人がバンって出てきた時にやっぱリスナーさんがあれは5000人かな、5000人超えするとそのルームに入れないんですよ。そう、もう満室ですみたいな感じで、そうなので多分まあその数字は変わってくるんだと思うんですけど、そういう有名人がいきなり
大コラボみたいなのが始まると一気にこう集中して、でそうするとサーバーダウンしちゃって他のルームも全部バーンとか消えちゃったりしたことがあったらしいんですね。でその時のなんか復活した時に消えないようにする方法みたいな感じで、ルームを立ち上げたこのモデレーターさんはスピーカーとしていろんな人招待したりとか、あとはリスナーさんをこうハンズアップした人をこうやってスピーカー側に回らせることができるんだけど、それをできる権利をこう渡すことができるんだよね。今だと緑のマークなんですけど、3、4人とか増やしといた方がなんかサーバーダウンとかでルームがバンって落ちた時も復活した時に残りやすいみたいな噂を聞きました。そう、これが本当かどうかちょっと私自身体験してないんでわかんないんだけど、ちょっとこちら参考までにっていう感じなんですけど、そう、あとはその招待制ということで、私とか一般の人はおそらく2人しか、最初紹介枠っていうのがないんですよ今の時点ですけど、フォロワーが増えるとその枠が結構増えていくんですって。そう、なので5人招待できる人もいれば、多分芸能人とかだともっともっと招待できる枠があったりとかして、そう、なので招待枠っていうのは最初は多分2で、それ以降はその人気度によって変わってくるそうです。クラブハウスって始めた時に自分のアカウントのところに招待してくれた人が書かれているんですよ。でこれは消せないんですね。なので誰から招待されたかっていうのはずっと残るんですよ。で私マネージャー招待したんですけど、マネージャーがもしなんかやっちゃいけないことをして赤バンされちゃったら私もバンになるらしいんですよ。そのクラブハウスの今ルールも英語すぎてちょっと私もまだ分かってないことが多いんだけど、録音は NG なんですって。とにかくリアルタイムで聞くっていうのがこのクラブハウスの楽しみ方であって、アーカイブみたいに残ったりとかはしてないので、なのでたまにこうすごい深いテーマで始まったルームとか途中から参加するともうよく分かんなかったりする時もあるんですよね。なんだけどその戻して聞いたりとかもできないっていうのと、あと本当に録音だけは NG になってて、万が一なんかその録音して誰かがとかなんかに公開した場合、その時にいたモデレーターたちっていうのかな、緑のその権利を持ってる人は全員赤バンになる可能性があるみたいな、まあ、そんな話も聞いて、だからまあみんなでルールを守って使ってくださいねっていうことだと思うんだけど、まあ、そんなことも聞きました。あともう一つなんかね、相互フォローしましょうみたいなやつも本来は契約違反らしいんですよ。その相互フォロールームみたいのは結構立ち上がってて、どこまでだから規制が入るのかわからないんですけど、まあ一応そういったなんかルールがあります。経営者の集いっていう感じでちょっとルームを作ってみたんですよ。でそこで話をしていたら、デザイン会社の社長とか、あとはその妊活系の、専門家の人が来たりで、それつながりでお医者さんが話に入ってくれたりして、あとはネイリストの、経営者さんがそのルームに入ってくれたりとかして、異業種の人がポンって、ね、たまに入ってくれたりとかして、そう、それでお話を聞けるのはすごい面白いなと思いました。なんかお医者さんと話す機会とかあんまりないので珍しい経験ができたかなと思います。クラブハウス自体が今ね iPhone しか対応してないんですよね。 Android の人が使えるようになるか、もしくは Android 用に別のアプリができるかみたいなことが今言われてますね。そう、まあ、そのあたりはちょっとどうなるかわからないんですけれども、始まったばっかりっていうのでなんかどうやったらフォロワーが増えるのかみたいな感じでさ、それこそなんか相互フォローのルームみたいのができたりとか、クラブハウス攻略するにはとかいろいろ出てるんだけど、これをしたら結構良いんじゃないかなみたいなことで言われているのが、クラブっていうのがあって、海外ドラマ好きのサークルみたいなのとか、マジック好きの集まるなんとかとか、まあ多分そういうことだと思うんだけど、それをそのクラブを作るっていうのが、まあ、一つあるらしくて、でこれがまたね英語で申請しなきゃいけないらしいんですよ。そうで、それで日本人がなかなか始められてないから、今のうちにクラブを立ち上げて、でそれを活かしていくと、要はそれが好きな人たちが集まるから、まあフォロワーが増えるようになったりとか、いろいろと、まあ、例えばお仕事につながったりとかもするんじゃないかなみたいなことも言われているので、まあ、私個人的にはちょっと海外ドラマ的なものとかは、まあ、ちょっと作ってみたいなと思うんだけど、英語でのそのクラブみたいなのがブワーってあるのよ今。そう、それが日本で今後どうなるのかなっていう感じがします。結構今
クラブハウスをやってる人の中で、あ、やっちまったなと思ってる人と、私もそっちタイプなんですけど、あのアカウントの名前は何回も何回も変えられると思って私もいじってたんですよ。で最初私マジシャンシールで始めたんだけど、クラブハウスの自分がなんか聞きに行ったりとかスピーカーとかになった時に自分のアイコンの下に名前が出るんだけど、そこにマジシャンシールで入れてるとマジシャで切れちゃうのよ。なんか4文字ぐらいしかこう表示されなくって、でそれで、あ、これちょっと違うなと思って、で最終的にカタカナシール、英語シールにして、あ、やっぱ変えようかなと思ったらもう変えれなくなっちゃって、おーってなって、まあ一応カタカナシールで私は出るからまあ良かったなと思うんだけど、フルネームで入れてる人って名字が表示されることになるんだよね。そうで、松本理香さんが、そう、私松本になっちゃったみたいな、本当は理香さんの場合多分リカねって呼ばれてるからリカとかのが良かったんだろうけど、その松本になっちゃったみたいな感じで言ってて、名前変えられなくてがっかりするあるあるっていうのがのクラブハウス内で今話題にもなってるので、名前変えることがあったら、あの、慎重に考えてやった方がいいかなと思います。まだクラブハウスを始めたばかりなので私自身もわからないことは多いんですけれども、もしね、あの、やってるよっていう方とかいたら、フォローしてもらえたら嬉しいです。クラブハウス面白いこととかがあればね、またお伝えしていきたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。